はい、私ね、アップルの凄さっていうのは、まあ、数あるパソコンの中で唯一メディアを作ったってことじゃないかなと思うんですよ。そのメディアってどこにあるのって言ったら Mac なんですよ。 iPhone なんですよ。そこに広告が直接届くんですよね。やっぱりね、 Windows っていうのはマーケットは広いんですけども、まあどういうんかな、まあ、Mac ほどのプレゼン力もないですし、それから発信力もないですし、情報を受け取ってわあよかったっていうふうに思わせないんですよね。やっぱ定期的に私も Mac からアップルからね、メールが来るんですよ。でクリックして開いてみると、まあ、素晴らしい商品がねバーンと目の前に広がってるんですよね。でこのメディアっていうのはすごいなと思います。 AirPods Pro っていうのもイヤホンねありますけども、あれもね似たようなやつは1000円2000円5000円で山ほど出てるんですよ。で随分前から出てるんですよ。もうそれこそね、 Apple の AirPods Pro と同じ機能のやつですよ。同じ機能のやつが価格だけ10分の1ぐらいのあるんですよ。だからそういうのを買ったりもするんですけども、でもね、そういうの発売してもあんまり知られないんですよ。知られてない。物を探すやつもあんまり知られてないんですよ。でもアップルがこんなん出ましたって言ったことによって、それまで無数にあった商品を知ってない人がアップルを通じて初めて知るってことになるんですよ。そしてあたかもね、アップルが発明したような錯覚さえ覚えるんですよ。で他のものもあるのにアップルのものを買ってしまうっていうね、その経路ができてるんですよね。だからそれが私はねすごいなと思ったんですよ。数あるパソコンの中でアップルの Mac っていうのだけはパソコンの中でもパソコンなんだけども Mac っていう扱いを受けてるんですよね。だから Mac 放送局ですよ、もう完全に、だからそれが私はすごいなと思いました。多分この流れっていうのはずっと続くでしょうね。まだね、 Mac がマッキントッシュとか言われてた頃、江口洋介が髪が長い頃ね、7人のオタクっていうテレビ番組じゃないや、映画がやってた頃、 Mac っていうのはなんだそれはみたいなね世界でした。こんなんすぐ消えてくよって言った人もいると思います。何を隠そう、私ですけどね。まあでもね、今こんなことになってしまってすごいなと思いますよね。まあこれはね、Mac のいろんな仕組みっていうのはビル・ゲイツがほとんど考えたらしいんですけども、でも、ね、それをパクってプレスエッジって自分のものにする、このねパクリ根性もすごいなと思いますよね。まあビル・ゲイツもね、いちいちケチなこと言わないんで放置してるみたいですけども、まあすごいですね。だからね、 Mac の凄さはメディアを作ったってことじゃないかなと思うんですよ。知らせる力がものすごくあるなと思いますね。そしてアップル製品がリリースされると、それをねこぞってアクセス稼ぎのためにたくさんの人が動画を作るというね流れもあるというね、いやすごいなと思いますよね。だからやっぱね、私ね、メディアを作ることなんじゃないかなと思うんですよ。小さくともメディア、そうすると Mac の商品って高いけど高さに惚れて買うっていうところもありますよね。同じ機能で3000円があるのに、そっちをまたいでね Mac の AirPods Pro を買うわけですよ。私も結局10種類ぐらい買いました、本当に。でも今使ってるのは結局 AirPods Pro を使ってるんですよ。それはなぜかっていうと、高いから使わないともったいないというね。だから安いやつ買ったのは全くいらなかったんですよ。高いから買わないともったいないみたいな、結局はエルメスの傘みたいな感じになってますね。いやー、やられてますね、完全にね。 Mac 使わずとも Mac を使わない Apple の製品を使いまくってる私でございました。あ、ちなみにね、iMac と MacBook Pro、これね、中古査定で出したんですよ。で、2つ足して100円になりました。ありがとうございます。